イエーイ、質問コーナー、イエーイ。そうでも言わないと。はい、はい、エリサさんへ質問。ルーティンでいつもリズムを同じように保つ秘訣は。はい、毎回同じ歩幅クラブの持ち手って言えば分かるかな。あ、もう普段ラウンドしてる時のっていうことですね。そうです。過去のリンゴルフをもう見ていただいてる方には分かるかと思うんですけど、はい、毎回左足から一歩出て、はいはい、3歩4歩でたどり着いて、はい、左足から広げてとかってもう全部同じにしてます。全く同じなんですか。はい、は全く一緒です。こうポイントポイントでこう見ていただければ分かると思います。もう向きを見る。そうすることでスイングのリズムも一定になるっていうことなんですか。すげー。もうそれは、練習場からずっとやってます。練習場で向きを見て左足から入って左足から出して、はい、っていうリズムはもう練習場から作りました。立った時になんかここをこうするみたいな、はい、なんかチェックポイントとかってあるんですか。他にも聞きたかったんですけど。アドレスですか。はい、なんか背筋を伸ばすとか腰張るとかなんか、まあ、基本皆さん右向きやすいと思うんですけど、はい、私もそうで、はい、左の肩が私はこうちょっと開くんですね、はい、開く癖があるのでこの肩が開かないようには気にしてます。肩の位置を、うん、なるほどね。じゃあ、あと2つあるんで同じ人でいきますね、はい、アプローチショットで弾道の高さとスピン量をも計算していますか。これはね、僕が答えられる。してるようにしか見えない。だからどうしたの。してます、してます、もちろん。その計算とはどんな計算なんですか。はい、もうこれはもう自分の感覚なんですけど、はい、なんて言ったら分かるのかな。本で読んだ話でいくと、片山慎吾さんは、はい、もうここのウェッジのここで当てればスコアラインの何本目で当てればここに行くとか、なんかそういうのじゃない。その何本目とかではないですけど、はい、なんかこうこのエッジからこう入れてこう斜めに行くようなイメージで、ボールが乗ってくるんですね。そうそう、こういうイメージでやればこの高さが出て、これぐらいのスピンがかかってっていうのはあります。じゃあ一つの目安として、そのフェースの上を球がどう移動するのか、フェースをどう入れていくのかっていうのが弾道とスピン、はい、って思って私の中でやってます。この開き具合と、向きととか、もうなんか全てをこう何だろう、こういろいろ照らし合わせて合致したところで打ってます、はいはい、でそれが自分のやりたいイメージのボールが出る、はい、うん、言葉にするのはちょっと難しいです。すごいね、はい、当たればよしの世界ですよ、こっちなんかは。はい、はい、3番目、インパクトからフォローまで低く長く出している特徴あるスイングですが、体幹をかなり鍛えましたか。まず、はい、インパクトからフォローまで低く長く出してるんですか。出すイメージはしてます。あ、そうなんですか、はい、で体幹をかなり鍛えることでそれができるんですか。体幹、まあ、体は結構鍛えてるので、まあ、できやすいというか、なんていうんだろう、できるやりやすい、安定してそれができる、うんうん、あ、インパクトからフォローまでを低く流すって、この辺から立ってからふーってこう見てるって感じなんですか。そうです。多分おっしゃってる方は、うん、ここからここの部分だと、あの美穂、美穂さん、はい、美穂なんかもそうですね。美穂は多分私よりはるかに長いと思う。長い、あの子はすごく長いと思います、私より全然。やっぱ体を作るとそれなりのこう我慢ができたりとかするので、はい、低く長く出すのはおすすめなんですか、普通の僕たちみたいな一般ゴルファーに対して言うのは。ま、全くもってそんなイメージがなかったないんで、今の話聞いてあ、そうなんだ、あ、こうなんだって今思ったんですけど。そうですね、これちょっと難しいかな。難しい。やってみたい人はやってみればだね。そうだね、ちょっと難しい。挑戦してみると話がめちゃめちゃ長くなる。あ、じゃあこれ今度だ、はい、低く長くは今度だ。はい、じゃあ行きましょう。
ました、ルーティーこんな感じです。コースじゃなければでも最後フィニッシュ立ってられるように頑張ってます、フィニッシュをしてこのよろけるのはちょっとなしです。しっかりそれこそこう体を使って我慢をするっていう、最後フィニッシュが取れないってことはバランスが崩れてってことです、スイング中の、はいはい、くそめっちゃ行ったし今歩いてますよそのままこうやって歩いてあげようと思ったメープルクッキーが。グラスをつけるとこのバンカーの先とかエッジとかこの傾斜が全部見えて確かに落としどころが見えるけど外すとねちょっとなんか違う感じがする。こっち見やすいです。打てるかどうかは別の話。
たまたま乗っちゃった。これも右ですよね、クライスロット。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。